仕事ができる人はやっぱモテますよで。仮に出会いがないんだったらお見合いすればいいんです。やっぱりそうしたら、やっぱ選んでもらえます。ね、そういうふうにして、人間の魅力っていうのはやっぱり磨かれていくものなんですね。自分が結婚したいよとか、自分がね、何か付き合いたいよって、やっぱり一人で思っていても、なかなかやっぱそうはならない。 ペンネーム、かなじ06さん。30代の男性から届いた相談です。ちょっとペンネーム何てお読みしていいかわからないので、えー、かなじさんと呼ばせてもらいます、えー。恋愛や結婚、親、仏のことについて。大号師匠様、お世話になっております。今回もご相談したいことがあり、投稿させていただきました。さて、早速本題なのですが、 自分は恋愛や結婚に興味がありますが、彼女いない歴イコール年齢であり、また姉がいるのですが、精神病を抱えて同居している形なので、正直結婚どころか伴侶となってくれるだろう女性と出会うことが難しいと感じております。姉の看護、病院の付き添いなどを行っている関係で、女性と出会うための時間を作っている心理的な余裕がないという気持ちや、交際や結婚生活をイメージを しているのですが、良い未来が思い浮かばないという自信のなさがあります。そのため、両親の仏壇に子孫を残せないかもしれませんと申し訳なさを感じながらも毎日報告している形なのですが、両親が夢枕に立ったりすることがないので、許してもらえているのかいないのかわからないのがとても不安です。また、昔のお坊さんに多いと思うのですが、生涯独身で、えー、終える人がいたと思うのですが、そのお坊さんたちは、 子孫を残さず一人で亡くなっていくことに対して怖くな、なかったのかが少し気になりましたので、一人身でも不安を感じずに生きていくためにアドバイスが欲しいと思い連絡をさせていただきました。よろしくお願いします。恋愛、結婚、子孫を残す。いろいろな言葉が金地さんの相談の中に登場しましたが、昔の僧侶というのは、最帯、 まあ結婚をしていませんでした。まあそれどころか仏教の教団の中ではお釈迦様の弟子たちはですね、結婚をしたり、それから再退をしたりみたいなことっていうのは許されていませんでした。で、その理由は何かというと、その仏教の僧侶にとって、一番のその目標は何かというと、悟りを得るためですね。悟りっていうのは何かというと、自分の 苦しみを一切手放した境地。あらゆる物事に対してですね、その自分の執着というものを離れて、そして、誰か特定の人ではなくて、生きとし生ける全ての命に対して同じように等しく慈しみを持ち、そして、また、 物事を正しく俯瞰してみることができる。さて、そんな状況になろうと思った時に、結婚というのは、もう多くの人にとって、むしろ足かせになっていく。ね。そうです。結婚して好きな人ができた。この好きな人が苦しみになっていくわけですね。そしてまた子供ができた。この子供がまた苦しみを生んでいくわけですね。さて、なので、まあ、 この出家修行者たちっていうことは結婚して再退をするっていうことが、あの、仏教の教団の中では、その弟子たちには禁じられたわけです。で、一般の人たちっていうのはですね、別にその結婚をしちゃいけないとかそういうことではなくて、この、一般の方々っていうのはむしろその仕事をしたり、結婚をしたり、また仏教の教典の中にはこういった仕事がどうやったらうまくいくのかとか、 その家族を持った時には、あの、どのようにしたら、この家族の関係がうまくいくのか、ということまで、むしろ教えとして説かれている。だから、まあ、ブッダの教えというのは、お釈迦様は、出家修行者と在家の人に対して、この分けて教えを説いたわけですね。で、出家修行者というのは、何でも言うように、まあ、私たちが一生懸命金を稼いだり、それからまた家族を作ったりって、これ、あの、100%、 自分の心の修行という時には、なかなかこういったね、あの大変なことを抱えながらやってると、自分が本当にこうなすべきことに対してやっぱ集中できないっていうところもあって、この修行環境を確保するためにですね、その恋愛をしたり、子供を設けたり、家族を作ったりっていうと、この憂いが増えて,増えていくわけですよ、悩み事がね。そんな状態で集中して、はい、精神の統一ですなんてやっぱできないので、 ま、ここに対していさめられたということです。で一方で、一般の人たちっていうのがいて、また仏教の教団に対してですね、お伏せをして、それを支えていくてことができなかったら、修行者たちでも修行できませんから、当然、ブッダは、一般の人たちはちゃんと働いて、そして、またあの、そのね、家族を作ってって、それするんであれば、これが巧みに行くようにということで教えを説かれたわけです。まあ、いずれにしても、この、ブッダの、 教えというものの中でね、あの、お坊さんが独身でいるということはもちろんありました。で、彼女さんの問題は何かっていうと、まず今30代のね、あの別にお坊さんではない一般の方なわけですけれども、問題は何かっていうとね、彼女さんが まあいろいろお姉さんのことを抱えてるとかね。まあいろいろとご両親もお二人ともお亡くなりになってるんですかねで。今お仕事もどうなさってるかっていうのはちょっとわかんないんですけども、問題は何かっていうとね、彼女さんが持てないっていうことなんですよ。お坊さんって皮肉なことに、あの、もちろん独身で亡くなってた方っていうのももちろん多いわけですけれども、でもね、 お坊さんってモテるんですよ。みんなとは言いません。やっぱり何か一つのことに一生懸命打ち込んでる人とか、やっぱりこう、欲やあ怒りっていうものに自分の感情にいたずらに引きずられないっていう人っていうのは、やっぱり魅力的ですよね。お坊さんっていうのは皮肉なことに結構やっぱモテるんです。でもそれは、先ほどうようにお坊さんだからモテるというよりも、やはりですね、その、 自分がなすべきことに一生懸命ああの、になっていたりとかね、やっぱり一生懸命生きているっていう。ね、あの、そこは、やはりこう、オスとして惹かれる部分っていうのはあるんでしょうね。あの、本当にそのお釈迦様の時代から、あの、弟子たちはですね、結構こう、信者さんから言い寄られてというようなこともあったり、お釈迦様の、その、ずっと側近としてですね、 あの、お釈迦様のそばにいて、誰よりもお釈迦様のお説法を聞いたと呼ばれる、言われているアナンという方がおられるんですけども、アナンダですね。彼なんかはとっても美男子だったと。で、またお釈迦様のそばにいて、お釈迦様の話をですね、ちゃんと聞いて、で、一生懸命修行しておられたんですけども、まあ、女性にモテてモテてと言われているぐらいですね。あの、本当にね、あのそんなことで、 実は、お坊さんっていうのはですね、あの、持てなかったらから独身だった結果としてね、というんではなくて、まあ、あくまで、その、独身を貫いて、そして自分のなすべきことを、自分がなしたいことに対して集中しておられた。その結果として、非常にでも持てたっていうこともあったりしたようです。 さて、カナジさんの問題は、ごめんなさい、持てないことなんですよ、なんていう、ちょっときついことを言っちゃったんですけれども、これね、事情はどうあれ、家庭の事情はどうあれ、持てる人は持てます。魅力的な人はやっぱり魅力的なんです。けれども、やっぱり、まあ、カナさん、詳しいことは分かりませんが、ご両親の仏壇が、なんて話があってね、その仏壇、ということは、ご両親も亡くなられてて、お姉さんが精神病で、その看病をしながら、まあね、今、あの、自分が、 この家を継いでいかなきゃいけないというような、あの、使命感、ご両親に対しての、その、何かしらね、あの、自分が、あの、自分の代から次の代をやっぱり作ってなんていう、非常にこの責任感みたいなものも感じておられるし、それから、あの、またね、女性と付き合いたいなとかね、あの、ま、自分も結婚したいななんていう、三重にもなられましたから、そういったオスとしての本能みたいなものも、子孫を残したいっていう、そういったものもね、 あると思うんですけれども、まあ、いずれにしても、彼女さんの問題は何かって言ったときに、あの時間がないとか、それから、いろいろと姉が精神病でとか、い、ま、ろ、あ、んなことはありますけども、でも、もっと手前の話で彼女さん多分持てないんですよ。この部分が非常に彼女さんにとってね、一つ大きな、あの、今、自分にとっての課題になっているんだろうと思うんです。で、 やはり、その、彼女さんが、まあ今、お仕事をまずなさってるかどうか、ここも私ちょっとこの手紙からはわからないんですが、あの、何かしら、あの、どうやって生活をなさってるのかな、とお姉さんの看病っていうのも、あの、含めて、どうやって生活なさってるのかな、っていうことをちょっと今、あの、限られた文明の中から想像しているんですが、何らかの形で、彼女さんがもしですね、あの、この後ね、何らかの形で、 あの、彼女ができたりとか結婚したいみたいなことを考えておられるんだった。それが、あの、イコールね、あの、彼女さんの人生にとって幸せなことなのかどうかを置いておいて、またね、彼女さんが、でもやっぱりね、それは結婚してあれだって、そういうことをやっぱ思いますよね。だとしたら、まあ、単純な話。まず、あの、お姉さんの介護とかいろんなことがある、病院の付き添いとかあるっていうこともあると思いますが、彼女さんが、 やっぱりそうは言っても女性と出会う機会っていうのがなかったらそれはやっぱりあのモテたいと思ってたりモテたいというか女性と付き合うことすらできない結婚もなかなかできないじゃないですかまあ今はその出会いっていうことを求めて結婚相談所とかお見合いみたいなこともあるかもしれませんけれどもやはり向こうもそうやって結婚する人って選ぶんであればやっぱりそうなんですよね選ばれる立場になる で自分が選ぶっていうことは、この人がいいと思ったって自分が選ばれないってことだってあるわけですからで。そうなってくると、やはり彼氏さん自身に男性としての魅力であったり、まあ、人としての魅力っていうものがやっぱり備わっていかなきゃいけないわけですね。でもそういったものが、じゃあどうやって備わっていくのかっていうと、もともとなんかね、モテるというかそういうフェロモンを出しているような人もいるかもしれませんが、やっぱりある程度結婚を前提に、 あの女性とお付き合いをするっていうような人になると、当然その生活能力であったり、人として、やっぱりああこの人の遺伝子を残したいな、なんていうことが、やっぱり女性が思うような人じゃなかったら、結婚まではなかなかいかないわけです。でもじゃあそういった、その人の、その人間性であったりとか、その人の生き抜いていく力であったりとか、っていうところは、どこからこれが、じゃあ養われるかっていうと、やっぱり仕事をしたり、 ね。その社会との関わりっていうものの中で、いろいろなその経験を積んだり、人と人との関係っていうものの中で、失敗もあるけれども、いろいろと人との関わり、異性との関わり、そういったことをね、時間をかけて時間をかけて、やっぱこれね、練習をしていくっていう必要があるんですね。あの生まれつきモテ体質です、みたいな人もいるかもしれない。でもやっぱりね、結婚して、 そして、まあ、何らかの形で人との関係を、あの、ちゃんと保っていこうと思うとね、やっぱりいろんなことがありますよね。ね、私が今、金なさんの、まあ、持たいという前に、金なさんは、今、社会の中で、まあ、お姉さんの介護だけじゃなくて、仕事に行ったりとか、まあ、その他、人との関わりっていうのがどれぐらいあるのか。まあ、そこの部分は非常に私気になるところです。 お姉さんがまたどこまで重度の精神のね、あの病気を患っておられるか、それによって、金井さん全くご自身がお姉さんの介護だけで社会と関わるっていう時間がないそれが、あの、どれぐらい逆にその社会との関わりというのを金井さんが持てるのかで。そこで仕事をして、いろんな人と関わり、失敗も含めて経験を積んで、そして男として、 やっぱこう成熟していくっていうのはこの人間と人間の関係を練習していくっていうのの練習環境が彼女さんにあるかどうかってこれはすごくやっぱり彼女さんがあのこれからですねその結婚をしていくっていうようなことを考えていく上の大前提としてすごくあの重要な要素だと思うんですねで仮に彼女さんが今 いや、お姉さんの介護もあるけれども、ある程度、そうやって社会の中で仕事もしているし、関わるという、人と関わるということはありますよ、というんであれば、ね、あの、ぜひ、仕事において、あの、ちゃんと、その、会社であったりとか、上司であったり、あるいは自営業でやっておられるのか分かりませんけれども、自分という、自分の感覚だけじゃなくて、人からの評価っていうものがちゃんと得られてるかどうかっていうところも考えてほしいんです。仕事ができる人はやっぱモテますよ。 で、仮に出会いがないんだったらお見合いすればいいんです。やっぱりそうしたら、やっぱ選んでもらえます。ね、そういうふうにして、人間の魅力っていうのはやっぱり、ね、磨かれていくものなんですね。自分が結婚したいよーとか、自分がね、何か付き合いたいよーって、やっぱり一人で思っていても、なかなかやっぱそうはならない。ね、出会いが少なければ、付き合うとか結婚っていうことに対しても、どんどんそれはチャンスがなくなっていく。ね、けども、とにかく、やはり、 ま、男はね、自分が選ぶ側になれる人の方が少ないと思います。最終的には、これは無理やり結婚なんてできるものじゃないのでね。やっぱり、その、ご縁っていうのは、いつどこでどういうふうに来るかわからないんですけども、それが恋愛であれ、見合いであれ、やっぱり、どこかお互い、あ,あ、この人ならいいかもな、っていうようなものが、あの、お互いなかったら、結婚には至らないわけですね。ということでね、金井さんね、 まずね、あの、お父さんお母さんに対してごめんなさい、子孫を残せないとか、あの、そんなこと考えなくてもいいです。お父さんお母さんたちはもうお亡くなりになってですね、あ,あなたにこう子孫を残せ、なんていうことを別に思ってるわけじゃないんです。ただ、彼女さんが自分が誰かと恋愛したいな、結婚したいなって本当にそう思うんであれば、あの、ぜひそこに、それが実現していくといいですよね。でも、その時に、 まあ私が思う、彼女さんにとって大事な要素っていうのは、やっぱり社会性、人との関わり、そして男として、えー、何かしらあの、自分がですね、あの、人としての魅力、男性としての魅力っていうものを、まあ、今の時代、そんなことを言うとですね、男性としての魅力とか、男としてのとか、言うと何かしらこうバッシングをする人がいるかもしれませんけども、男は男です。何が悪い女は女です。うん、何が悪いという話です。 だからといって別に LGBTQ の人たちを責めてるってわけでも全くありません。そうですね。男は男としての性がありますから、それをまっとうに生きるってことがすごく重要です。ですから、このですね、この自分が、やっぱりね、あの、ああって、誰か女性とそうやって巡り合って結婚したいなって思うんであれば、ぜひですね、あの、男を磨いてほしいと思うんです。で、この男を磨くっていうのは何かっていうと、やはり、あの、社会の中でね、 自分が、あの、できることっていうものを精一杯、その自分のコミュニティであったりとか、その、えー、自分の仲間たちに対してですね、あの自分の持てるものを精一杯、えー、これを境界線なく発揮していく男性っていうのは非常に持てます。自分のことばっかり考えているとかね、それから、あの、えー、自分のもらうことばっかり考えているとか、でこういう人っていうのはですね、 やっぱり、あの、最終的にその結婚をして良き家庭を作っていくってことは、なかなか、あの、できる人もいるかもしれませんけれども、あの、魅力としては非常に弱いと思います。ぜ、え、ひ、ー、ですね、何かしら、その彼女さん、時間がないと言いながらも、あの、もしね、時間を作り出すことができる、いや、むしろ時間を作らなきゃいけないです。自分で、 今すでに仕事を持っておられるんだったらそこで一生懸命やっぱり働いてそしてあの人様からの評価っていうものをちゃんと得てくださいねあの恋愛っていうのはあの自分評価では決まらないので相手に気に入ってもらわなかったらやっぱりこれは成立しませんからでそういう意味でね自分がいいと思ったからこの人と付き合える方それではないのがやっぱり恋愛であり結婚ですよねその上で恋愛結婚にせよそれからお見合い結婚にせよやっぱり彼女さんが まずね、人として、そして男として、えー、自分が、あの、できることをですね、あの、社会との関わりの中で精一杯やる。その中でさまざまな経験を通して自分を磨いていくということです。いずれにしても、あの、本当に男として持てる人っていうのはですね、やはり自分の持てる力をですね、本当にその境界線なく人に発揮して、 そして何かしら人のために一生懸命になれる人っていうね、人のために熱くなれる人っていう、そういう男性っていうのは持てると思います。あのぜひですね、あの時間がない中で、お姉さんの介護もある中で、どっか社会と接点を持って、そして彼女さんが、俺が何ができるかなっていうことを精一杯なさってみてください。そんな中から出会いが出てきたり、 あるいは見合いをした時にも、金井さん自身の魅力っていうものが、あの、大いに磨かれていくことだろうと思います。けれども、黙ってご両親の仏壇の前でね、あの、すいません、そんなんで子孫を残せないかもしれませんみたいな変な罪悪感を感じてる暇があったら、あの、どんどん自分のつ、時間を見つけて、えー、そして社会と関わってください。そして金子さんが持ってるものっていうもので、何か社会に小さくてもいいんですよ。 何かしら自分がさせてもらえることがないだろうか、っていうことに対してね、あの、ボランティアでも何でもいい、仕事でもいい、えー、できれば仕事であの、力を精一杯発揮してみてください。そこで揉まれて、嫌なこともあって、叱られて、そうやって人間が成長していくんです。けれどもぜひですね、悲しさん、もし本当に心からそのことを心から思うのであれば、あの一度、 どっかで、もう30です。自分の人生に対して、ご両親とかお姉さんとかっていうことの言い訳とかそういうことを一切排除してですね、自分自身の人生にチャレンジをなさってみてください。応援しています。ぜひ、カナさんにも良き恋愛が訪れますよ。